もう最悪じゃん。もう最悪でした。いや、こいつと思った。最初その阪神っていう作品を見に行った時に、ああそうだ、いや、あのメンバーが出てたんで舞台に、でファンの方も客席座ってたんで迷惑かけちゃうとダメだなと思って静かにこう座ってたんですよ、開演前に。そしたらなんかウェイみたいな感じで劇場に入ってきた人がいて、うん、なんだこの人はと思って、こっち側、あ、分かった、いろいろ思い出してた、松井玲奈さんが、そう、玲奈ちゃんがいて、さゆにゃんを挟んで、そうです、ね、私ここにいるのにここを挟んで松井さんとなんか、う、久しぶりだねみたいな、なんかこう会話をなんかワイ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 やり始めて、そんなワイワイじゃないですよ、大人だから。いやでも私にとってはもうすごいしんどかった、なんだよこいつらって思ってた。この人は誰なんだと思って、このメガネなんてんだよっつって、誰だと見たら島のりと。もしかしたら共演するかもしれないってことで、うん、八嶋さんにご挨拶しに行こうと思って、うん、で楽屋に行ったらもうなんか一杯やっちゃってて、ビール飲んでたね、楽屋で、はい、もう出来上がっちゃってて、よろしくお願いしますって言いに行ったら、はい、なんかはいはいはいみたいな感じで、もう最悪じゃん、もう最悪でした。最悪だったんです、最悪な第一印象。またこの歴史のお話が決まり、はい、もう一回ご挨拶、うん、よろしくお願いしますって言ったら、はじめましてって言ってこう手をなだれて、この人、最悪だね、この人。ぶっちゃけどう思ったんですか、そのもう今だから言えるでしょ。いやこいつと思った。まあ確かにね、それの話だけ聞いてて、もし俺じゃなかったら俺もう最悪だよって言うと。若い女のどうしていいかわからないんですよ。だからまあとにかくバーッと喋ってもしょうがない、嫌われたらもうしょうがないっていう。でさゆりの場合はもう何なんだかわかんない。俺のこともどう思ってるのか、なんかわかんない、もうほんとビー玉みたいな目で、感情ゼロみたいな顔でたまに俺を見るからさ。今はないんだよ、今なんかみたいな笑ってるとか、こいつなんだよその苦笑いとか、それはまだいいんですよ、気持ちのブレが見えるから。もう本当になんかすごく澄んでるのかと思いきや、よく見たらめっちゃ濁ってるみたいな、そういうのも見られてたから、私はどうで、あとはすごく忙しかったっていうのもあるしね、さっきの。でもあの時期にすごい救われたのは、うん、八嶋さんが歴史のグループラインで毎日連絡をくれたんですよ、うん、それがすごい正直救われてて、あ、そう、涙出そうでした。今のコメントはもう方々で言ってる。こんな YouTube、 こんなって言ってる。YouTube、 自分のチャンネルじゃなくて大きい媒体の雑誌であるとか、そういうものにの時にどうぞお言いなさい。だからね、いやだから一体感もあったしね、その、はい、あのグループ、なんかさゆにゃんを助けてやろうと思う、ちゃんと思ってるメンバーみたいな。だって我々アイドルも経験したことないから、逆に分かってあげられないんだよね。だから助けてあげることしかできないから、なんだあいつペーペーの普通には稽古休みやがってよっていうことを、こうなんか1ミリも湧いてなかった気がする。それはでも人徳じゃないですか。いやそんなことないと思います。でも自分から私大変なんですよっていうのは最低じゃないですか、うん、いるけどね。いますか。いる、ちょっと今あのもう大変大変詐欺みたいなやついるじゃないですか。ツイッターとかでも、いや寝る暇もないぜみたいなとかさ、この現場の次はこの現場だみたいな。誰ですか。コテです、コテさん。まあまああいつは後輩だから、直の後輩みたいなものを言っていいんですよ。まあそして今本当にお望み通り忙しくなってる、うん、そしたら本当に忙しくなるとあんまり忙しい忙しい言わなくなるんだなって。その息に出してくるんです。自分から忙しいとは言わないっていうね。でも結構その歴史だったって、まあ仲いいじゃないですか。
仲いいですね。だって一回なんか全然関係ないのみんな集まってご飯食べてね、焼肉ちょうか、いやさやにゃんが焼肉食べたいって言ったからいやあーじゃないよそう俺が酔っ払ってしかもなんかお会計も俺がカードでしちゃってその後寝ちゃって、うん、でみんなは悪いと思ったのかみんなのなんかそれぞれの大事なものを大事なものかあれなんか映画の割引とか大事ですよ大事ですまあ大事ねそれ大事ですスタバのなんかカードとか、はい、なんかいっぱい入れてくれてたねなんか申し訳ないなと思ってお金だけこう払わせて申し訳ないねってみんなでそういう話になってでもこれでお金を戻しておいたら、うん、なんかおごってくれた人に対して、うんすごい失礼なことをしてしまう、はい、せっかくおごってくれたんだから、うん、でもちょっと寝ちゃってるしあれサイには何入れたお手元入れた気がするゴミじゃねえかよ歴史を境にすごい飲むようになっちゃったんですよあそう打ち上げの時とかに、うん、飲んでないと、うん、八嶋さんに飲んで飲んでないのって言われるんですよそんななんかそれもうパワハラみたいな話になってくるからそれなんか体調悪いのかなとかそういうことですよお酒好きだと聞いていたのにみたいなでもさせっかくお酒頼んで飲んでるのに全然八嶋さん見てないから八嶋さんが聞いてきたのに、うんはい、聞いてきて、はい、お酒頼んだのに、うん、なんだこの人だとまた思ってだから八嶋さんが言ったから頼みましたよって言って八嶋さんそう意外とねなんかなんていうの挑みかかってくるように飲むよねなんか そういうんじゃないよあのなんか心配だから聞いただけで飲んで楽しんでるなって遠くから見たらもうそれでいいわけあ見てたんですかもちろん常に見てますよサイニャのことは常に大ファンですから僕ねなんでファンになったかはい、そのレキシアターっていうお芝居の中で毎日アドリブを言うシーンがあるんですね最後に、うん、僕にで僕もアドリブでその稽古の初日から大阪の大千秋楽まで一度も同じことを言わなかったんですねでも普通若手でそういうのってもう毎日考えてよし言ってやろうみたいな何かやっぱムンとしたこうそういう感じがあるんですけど、うん、本当にサイコパスみたいな顔が出てきてそのまま毎日違うこと言ってもう特にもうだってその場で考えてるからその場で考えてる、ね、だから全く変に思いつかない時はもう本当にどうでもいいこと言うだけ言ってあとお前に任すみたいな顔してるから申し訳ないあれはでも楽しかったですね楽しかったです全部で何、まあ、稽古も入れたり100個ぐらいネタはあったと思いますけども、はい気負わず毎日違うことをあのテンションでできるってわ尊敬したんですよ、まあ、そこからファンになりましたすげえ歌もできるし芝居もできんじゃんってびっくりはありましたね嬉しいです、はい、でもその時は最初こう何か質問事項を八嶋さんにあらかじめ伝えておいて、うん、で何が返ってくるかを楽しむっていうのでもいいんじゃないかなと思ったんですけど、うんでもこう稽古でやってるうちに何でもこの人返してくれるなっていうことに気づいてきて、うん、この人どこまで返せるんだろうなってあなるほど試してたんですね僕試してたそれが楽しくってそうですねいや僕もそれがとっても楽しくて本来お芝居って黙って座っててものすごい量の情報量があればそれでいいと思うんですよねそれができないから しゃべったり動いたりして何かこう伝えようとまあ、僕なんかもそれがもうなさすぎて動きまくって喋りまくってさよにゃんはなんかやっぱり別に構いません別に目がビー玉でも構いませんみたいなそういう疑問を育った感じが僕は好きだなって思います、まあ、それをお芝居に生かしていけたらいいかなって思いますねさあお時間の方が迫ってまいりました、はい、今日はいかがでしたかすごく楽しかったです俺の番組じゃないから今みたいなのをさよにゃんなりのエンディングとか締め方じゃもうこっからも何も言いません、難しいことを、はい、でもいいんじゃない自分なりに第1回目なんだ、まあ、1回目の感想と、ね、
感想と今後どうしていくかご挨拶を、はい、第1回目 どうだったでしょうか。こんな感じで私のパーソナルな部分とかいろいろと皆さんにお伝えしていけたらいいなと思っています。一生懸命頑張りつつ緩くやっていきつつ、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。さようなら。